現在ですね、多良間島の方に来ております。後ろに見えているのが、まさに多良間ブルーです。宮古島から、実際に乗って20分、実際の本当に、フライト時間でいうと15分ぐらい、今回は、その動画の方を、上げたいと思います。ぜひ、特に、着陸の頃、多良間ブルー、上空から見えるかと思いますので、どうぞご覧になっていただければと思います。それでは。ることがあります。皆様のご協力をお願いいたします。 Attention all passengers. May we ask you to show your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Please take care when storing your baggage to avoid possible injury. Baggage may slip out when opening the overhead compartment. If you need assistancePlease contact your cabin attendant. It is still possible to store baggage in a cargo compartment. Please add your devices to the morgue which do not emit radio waves or turn them off. 皆様、今日も琉球コミューターをご利用くださいましてありがとうございます。この便は多良間空港行き891便でございます。今日は西川、私はラケットを担当いたします南野でございます。多良間空港までの飛行時間は離陸後15分を予定しております。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内は化粧室を含め全席禁煙です。電子タバコ等もご使用になれません。ジャルジャルアップでは新型コロナウイルスへの対応として衛生管理や需要に応じて機内の消毒を行うなど環境整備を行っております。機内の空気は常に新しい空気を取り込み、循環させながら機外に排出しているため、おおむね2、3分で全て入れ替わります。またこの飛行機は高性能空気フィルターを装着しているため、機内で循環する空気は常に清潔に保たれておりますが、お客様に安心してお過ごしいただくため、飲食時以外はマスクの常時着用をお願いいたします。除菌シートなどで窓を気になることはご遠慮くださいますようお願いいたします。それではどうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。 Attention all passengers. We will soon be showing our safety demonstration. Please take close attention.ただいまから機内の非常用設備についてご案内いたします。
Attention all passengers. May we have your attention as we explain the location and use of the safety features of this aircraft. Please refer to our safety instruction leaflet in your seat pocket. Thank you. まず、シートベルトの使用方法について説明いたします。シートベルトを締める場合は、左右のベルトについている留め金を差し込み、腰の引き位置にしっかりと締めてください。外す場合は、レバーを上げながら留め金を離してください。救命胴衣は座席下にあります。使用の際は、袋を破いて取り出します。頭からかぶり、ズボン腰に巻いて留め具をかけ、ズボンを引いてしっかりと締めます。非常口で乗務員の指示に従って、手を強く引いて膨らませてください。十分に膨らまないときは、チューブから息を吹き込みます。この飛行機には、前方、および後方に非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。皆様の座席ポケットに、安全指定などについての説明書が用意してありますので、早い機会にご覧ください。脱出の際には、荷物を持たないでください。非常口下での援助をお願いします。また、乗務員から必要な指示がありましたら、その指示に従ってください。琉球エアコミューターは、通路、輸送室を含め、電子機器を願います。なお、電波を発する電子機器の使用は、法律で禁じられております。どうぞ、ゆっくりお過ごしください。
そのままお座りください。座席上の天井は低くなっております。席をお立ちになる際はお気をつけください。降りの際には手すりをつかみじっくりとお降りください。お子様連れのお客様は連絡申しのため、お子様と手をつないでお降りくださいますようお願いいたします。またお降りになる際はご自身の身を守るため、ソーシャルディスタンシングを保ちつつゆっくりとお降りくださいますようお願いいたします。はい、いかがだったでしょうか。フライト、非常に、今回は、晴れていて、いい画像が撮れたんじゃないかと思います。宮古島の方の、まあ、上空、そして、多良間島の上空、両方とも見れたんじゃないかと思います。自分的にもラッキーだったと思いますし、今回はですね、席が一番前の窓側っていう形だったので、プロペラも入らなかったっていう風な感じです。はい、こちらですね、JAL の、ラッ子会社のラッ
ック琉球エアコミューターの、カウンターになります。多良間空港は、こんなような、感じの小さな空港です。まあ、JAL の子会社のラックだけが運航している。それも1日2便、まあ、多い時で2便、1便だったり2便だったりという割と不定期な便っていう風な形ですので、まあ、観光客の方はですね、まあ、フェリーでも行けるんですけど、まあ、なかなか行きにくい、島かなっていう風な感じです。こちらが多良間島、上が、みんな島っていう風な形。みんな島はですね、たった4人しか住人がいないっていう風な小さな、島になっております。はい、こちらが、お土産屋さんコーナーですね。まあ、とっても小さくって、何か、買おうかと思ったんですけれども、特に、買うようなものもなくっていう風な、感じでした。まあ、飲み物とぐらい買いたかったんですけれどもね。まあ、もう一つはですね、コーヒーショップなのか何なのか分かんないんですけれども、まあ、いろんなものを売ってる雑貨屋なのかなっていう風な感じです。はい、多良間ですね。多良間の、いい場所を、まあ、外国人にも説明してるんですけれども、外国人は、もちろん、誰もいない感じでした。はい、この空港はですね、まあ、昼間はですね、この時間帯、2回の時間帯だけしかご案内しておりません。ラックのお姉さん綺麗ですね。ということで、実は、それ以外の時は、この空港はゲートが閉まっております。ということで、多良間空港、ターミナルを出まして、左の方に行きますと、村営のバスの方がありますので、そちらの村営のバスの方に、乗っていって、今回は、夢パティオという、施設、宿泊施設の方に泊まりたいと思います。こちらはですね、ロッジコテージ風の、施設でして、まあ、それの割には、非常にとっても安いっていうような感じです。はい、ぐるーっと。と一周、今見てもらっているのが、多良間空港、そして、こちらが、そのバスになります。それではこのバスに乗って400円払いまして、いよいよ、まあ、街中の方に行きたいと思います。全然空港の周りにはもう街らしい街は、ありません。そしてこのバスは2便になっております。1日。それでは夢中人でした。また、今度は、多良間の中の市内観光ですね。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、村営バスに乗ります。では。